Welcome to シビチャンネル。おしゅうです。ダイングライト。お？なんだ？やばいじゃんもう。クレインと同じパターンだぞこれ。パーラーが多いのはめんどくさいな。飛んできたかったんだけどな。楽に行く方ねえかな。小さい花、小さい花、小さい花見つけた。大きいのがどれかわからんからな。それ後かね。これ大きいよな。でかいよな。でかい。
だよ。分からんよどれだか。どれも同じに見える。たくさん咲いてるね。少ない方がいいのかな。234超咲いてるだろう。結局どれも超咲いてんだよね。あ、バレた。だっけ。なんか死に戻りしようぜ。その方が楽だ。どんどん薬みたい。どうせボーナスもそんなないしね。どこ？ああ。さあこれで死んでしまうかもしれない。そしたらもう仕方ない。小さいので。飛んでいきたいな。奴ら飛べないからね。さあどうかな。補給部隊は何してやがる。来小さいのがいい。選択が出るだろう、ね、絶対出るよ、ね、大きいのは毒、小さいのは。まあそのちょっといいか。
ちょっと信じられない。やあ、今日だよ。容体はどうだ。目を覚ましかけてる。すまん、助けてくれて。言ってくれ。待って、これはどういうこと。マーガレットのところへ行ったのね、あの魔女の。約束をくれたんだぞ。彼女は魔女じゃない。魔女なんてものはいない。ただの迷信です。関係ない、魔術は犯罪よ。頼みますよ、落ち着いて。どうなってるの。まずいぞ、エイデン、薬草を。やめて、魔女の毒を近づけないで。注射で一時的に安定させても長くは持ちません。あの魔女は夫の部下を殺して公主権になるはずだったけど、ジャック・マットはそうせずにアイトールに両目を焼かせたの。なんだと。誰のための薬か言った。言ったなら毒を渡すはずよ。エイデン、薬草をよこすんだ。うわ、何この、これパターンも見てんの。どうなの。薬は思った通り効き目があったようだ。今は一人にして休ませてあげましょう。近くにいるわ。そもそもマーガレットには毒殺する気などなかった。ああ、そのようだな。回復はいつ頃になりそうだ。さて、もともと体は丈夫だし、他の点では健康だ。おそらく数日後だな。きちんと休みさえすればね。家族ならそばにいたいはずだろう。例えば結局さ、あの奥さんにあれを渡しないよね。この地図を渡る、この手紙を渡してくれみたいな。持ったまんまだよな。ダブルだってルロニを殺せって。ワルツとかが。PK がついてるぞ。エイデン、マット、どうした。きちんと礼を言いたくてな。アイトールが目覚めた。お前のおかげで昏睡状態から回復できたよ。何よりだ。オールドビレドでの出来事を知るのはアイトールだけだからな。お前のおかげで直に私も知ることができる。感謝してる。どういう形でストーリーに関わってくるのか分かんないから、すごいね。エイデン、これに見覚えは。このブラスナックルはルーカス指揮官のものだった。アイトールが受け継いだんだ。オールドビレドーのような惨劇はもうたくさんだ。
皆で町を守るんだ。疫病からもブッチャーからも、たとえ奴らが何を企んでいようとな。そうだな。ところで力になれると言ってた剣だが。だが本題に入る前に一つ聞きたい。なぜデータベースが必要なんだ。中身は。妹を探してる。何があったんだ。だいぶ前、ワルツは妹を傷つけ俺から奪った。やつに妹のことを聞きたい。今も生きてるのか、それとも。それで GRE の指令センターを探してた。やつのデータベースを探るために。共通の敵というわけか。というと。ワルツはブッチャーの右腕なんだ。手下にインヒビターを撃ちまくってる。共に奴らを倒そう。お前を呼んだのは GRE の研究者たちが町に潜んでるのが分かったからだ。一人だけ足取りをつかめた。レネゲイドの襲撃前にな。なるほど。その研究者を見つけ出して情報を吐かせてやる。何も出なければ次を当たるってわけだ。それを繰り返し、お前の求める答えを見つけよう。研究者はなぜ隠れてる。人々を恐れてるんだ。 GRE が感染を広めたことに怒ってるからな。奴らがウイルスを持ち込んだのは本当だったのか。他に誰が。奴らは基地の中で実験していたそうだ。波乱から持ち込んだんだろう。闇に紛れ政府の目を欺いて、そして崩壊が始まった。報復として人々は研究者を捕らえ吊るし首にしたんだ。そして治療法への道を閉ざしたわけか。そんなもんは花から存在しない。 GRE のプロパガンダだ。わかった。で、あんたの望みは。我々の目的は一致している。説明しよう。町に電力が戻るとレネゲイドの攻撃が活性化した。奴らが我々の前哨基地を襲うのは戦争終結後初めてのことだ。だが同時に新たな可能性も生まれてきた。電力が戻ったということは、センターで一番大きなアンテナを起動できるということだ。 VNC タワーの上にある。無線の力でブッチャーを倒すのか。ある意味な。多くの人々と交信できるようになるだろう。各コミュニティとの通信が復旧すればもっと協力者を集められるからな。そうすればお前が追ってる GRE の医者探しもしやすくなる。仕事をしたとして、あんたが手を貸してくれる保証は。私を疑うのか。ここじゃ守られる約束の方が少ないってことは分かってきたからな。もし研究者が一人も見つからなかった場合は、お前の前にワルツを引っ立ててきてやる。ラワンと組んでるということは、お前もまた奴を探してるんだろう。オーケー、乗った。よし。ブッチャーの襲撃には理由がある。私はこの町を守りたいんだ、たとえ何があろうとな。あら。平気か少佐。詳しくはメイヤーに聞け。会いに行くといい。分かりやすく説明した。あとな、エイデン、気兼ねするな。私のことはジャックでいい。分かった、ジャック。エイデン、何か用か。レネゲードの連中はどこ。今だけさ、 VNC タワーに通信機を。そんなに簡単。簡単。お前だって町のネズミ退治に苦労してるさ。連中が何か探してると思うか。続々来るが統制は取れてないぞ。まあそれはそうだろう。指揮してるのが強人だからな。ウィリアムズが行かれてるなら、なぜ毒の水で町を沈めない。強人だから行かれてるとは限らない。できるのにやらないということは、町の壊滅が狙いじゃないということだ。少なくとも一気に。ブッチャーはレネゲイドを送り込んで、あえて混乱、人々が恐怖におののくのを見て北総へんでるんだ。随分な話だが、無線で人々に呼びかけられれば。だからこそそうすれば、そして自分の身を。いや、幸運を。いやー、どうもしみ。随分使っちゃったな。
命力ブースター。カモミールがね、ないんだよね。取ってこいだの、捨ててこいだの、俺はパシリかよ。あ、ちょっと。暇でもしてるの？マットの指示で来た。聞いてる。これを渡せって。 PK を助けてくれたお礼。 UV フラッシュよ、あると便利だから。助かる。計画についても教えてくれ。 VNC タワー、電力が戻ったからテレビのアンテナを使ってメッセージを流し動員を呼びかける。でもそのためには頂上にたどり着かないと。一筋縄じゃいかない。何が知りたいの？タワーの無線局について詳しく。ビレドーで一番高い建物、かつては町の繁栄の象徴だった。今は衰退の象徴か。なぜだ？アンテナが起動すれば町を再び一つにできるかもしれない。でもあそこに光を灯そうとするとどうなると思う？いいもんじゃないな。その通り。希望の光にもなりうるあのタワーは死の罠なんだ。今回はそうならないようにする。 UV ライトを灯してね。そんなに危険なのか？中はボラタイルの巣になってる。この辺りで最大のダークゾーンだよ。昔ナイトランナーが制圧に向かった。アンテナを使ってバラバラだったサバイバーのグループを一つにつなげようとしたんだ。でもアンテナに近づくことさえできなかった。結果ナイトランナーは壊滅に追いやられた。それがフランクの話か。壊滅？全てのナイトランナーがか？そこが問題でね。フランクは周到に計画してた。でも計画には全員の力が必要だった。総力戦ね。ところがみんなが賛同してるわけじゃなかった。メンバーにも温度差があって、フランクはそのうち集まると思ってたけど結局全員は集まらなかった。計画は頓挫し、サンジと化した。あの夜無線でナイトランナーの悲鳴を聞いた人たちは今でも悪夢にうなされるらしい。賛同しなかった連中はどうなったんだ？組織を抜け去っていった。反対派についた者は裏切り者の烙印をされた。その後ナイトランナーは恥ずべき記憶として忘れ去られたんだ。まあ過去を振り返るのはほどほどにして、今は目の前のことに集中しましょう。よし、じゃあ行こう。ライトの準備はできてるはず。補給部隊の保安が仕事をしてればね。してないんだな。ここ数日はかくれんぼと遅刻ばかり。ほんと頭にくる。まずは保安に会ってどうなってるか確認して、彼に会ったら一発蹴りをお願い。私の代わりに早く行って。UV フラッシュライト。ないの？お。バイラルボラタイル、おお、やったね。ほう。これはまた上の取らないと強化しなきゃいけない。ついに
この後グラップリングフックでやっと4つ目が手に入りましたね。一人進めないとやっぱ手に入んないね。必要なものはないな。まあ2つ必要だな。揃ってるよ。7秒に1414になるのか。上げてえな。軍事データ取りに行きますか。ここの中かい。ちょっと頼みがあるんだけど。どこかで補給士官を見なかったか。なんだ。いねえぞ。すげえ。誰だ。司令員に進捗確認を頼まれた。へいへい。奴ら俺らが魔法で物作れると思ってんじゃねえか。上司の居場所を教えてほしいだけだ。保安は今取り込み中だ。お前に構う暇はない。暇を作れと伝えろ。ジャックマットの使いなんだ。いいか、保安に指図できるのは保安だけだな。業に従いな。それに今は出かけてる。どうして持ってんなら保安の秘書にでも聞いてみな。だが忘れんなよ、ここは補給部隊の島だ。いい子にしてろよ。保安レイナーはアポを取っておられないようですね。緊急だ、司令官の使いできた。ムシュージャックですか。ムシュージャックマット、ムシューレイナーは不在です。伝えておきます。いやダメだ、直接話したい。どこにいる。あいにくですが、ムシューレイナーの居場所は誰にも教えられません。よろしければお待ちください。他に何か。堅物といても楽しくないな。お宅のボスは趣味とかあるのか。ムシューレイナーは自他ともに認める人生の喜びの目利き、食事にお酒、そして日本足で歩くほぼ全ての生物がお好きです。その人生の喜びとやらを楽しめる場所に行けば保安に会えるのか。努力は買いますが教えかねます。マットが怒るぞ。ムシューレイナーは少佐の顔色を気にする人間ではありません。またのお越しを。ラワン。エイデン、町には慣れた。なんとかな。メイヤーとジャックの使いで補給部隊に来たが、今まであった PK とまるで違うな。それは根っからの PK じゃないからかも。あいつらの心情はビジネスだから。へえ。ところで奴らのボスが捕まらない。ホアンね、自分の希少価値を上げる作戦なんでしょ。フィッシュアイのあたりじゃない。食堂専用テーブルまで持ってる気取り屋だから、金を積んでコックにメニューにない品を作らせて、そりゃ豪勢な暮らしぶりよ。行ってみよう。見つかるといいね。まあ見つけた後も大変だろうけど。ちょっといいか。何です。ホアンとジャックマットはなぜ仲が悪いんだ。ムシュージャックは他者の中にもジャックマットを求める方ですから。私は誰もがなりたい自分であることを望みます。だから保安とうまくやれているのかもしれません。筆記世界は終わったのでしょう。同時にルールも変わったのです。人の目など気にせず私はやりたいことをやります。
何を読んでる？カーニバル・オブ・サド。あなたもボンテージにご興味が？いや、悪いけど縛ったりするやつだろ。嫌な記憶だ。無理だな。そうでしょうね。ですが、いつかあなたも目覚めるかもしれません。行かないと。それでは。面白いキャラやな。まだまだボリュームはあるね。返してもらってないぞ。でも足りないと困るんだよ。押しっぱなしできるな。このミドルクリック嫌だな。他の木に割り合ってえな。チャージに結構時間かかる。これは強化しないとダメだよ。あんまり使えないね。ってことはボラタイルちゃんがね出てくるからね。キックだけだとこれ15、スライディングかわせねえだろ。全然これ入んないんだに対してはどうなんだろう。ああできるね。呼ばせないことできるね。ああなるほど。これはいいね。それはでかいな。面白い飛び方。それはでかいですよ。でかいな。これはいいな。これはすごくいいじゃない。スケポッと当てればいいだけだ。あんなに鬱陶しかったハウラーが超雑魚になったな。よきですね。いや、ちょっとテストだから、これは最優先事項で強化しないとダメだね。夜のレベルアップ上げにすごい重要だから。
と軍事、次は軍事かな。もちろんストリームも狙いつつ軍事のやつもちょっとやっていきましょう。マグノリア買うっすか。というわけでぼちぼち終わろうかな。一応マグノリアだけやあそこだけやりますか。あっちに行けってことか。行けないね。よからん。適当に飛んできた方が早いような気もするが、これよくわかんないな。まあ終わりましょう。そんな感じでございました。とりあえずやっときます。ここはなんかよくわからん。ここからここに行けるのかな。うん、それじゃあ今回はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。シビでした。